始まりましたアプカミ。今回のお相手は椿ファクトリーの新沼希空と椿ファクトリーの秋山真央です。ハロープロジェクトのメンバーが毎回交代で進行していくこの番組、アップフロントグループに所属する様々なアーティストの制作の裏側に迫っていく番組です。普段は見えない部分をこのチャンネル限定で公開していきますので、たっぷり楽しんでください。私たちのレコーディングやリハーサル、メンバーが紹介するヘアアレンジやメイクなど制作の過程をお届けしていきます。ということで、はい、まずは MC2 人の裏側に迫っていこうと思います。私の課題だと思うことはですね、弱い自分に勝つということなんですけれど、家でたくさん練習をしようと思っても、夜になるとやっぱやめようかなとか、その筋トレを毎日何回もたくさんやろうと思っても、夜になると忘れてやっぱりやめとこうかなって思ったりとか、そういう自分に勝つっていうのが自分の課題かなと思います。確かに私も結構振り覚えとか、明日やればいいかなとか思っちゃう時があるから、私もそれも大事にしたいなって思いました今。じゃあ木空ちゃんの課題は、私は、まずは自分に自信を持つこと、大切ですね、あと楽しむこと、で、なんかやっぱりまず自分に自信がないとダメだなって思うし、あとはやっぱり自分が楽しんでないとお客さんにその楽しさっていうのは伝わらないなって思うから、まずはそれを大切にしてステージに立ちたいなって思ってます。アイドルとしての気持ちというか、そうだね、その楽しむっていうのは一番大切なので、私も意識して2人で、そうだ、ね、頑張りたいなと思います。それでは今回のアップカミ、まずはこちらから。ビヨンズ Go West ミュージックビデオ撮影メイキング、8月7日リリースになりました。ビヨンズのデビューシングルの中から Go West のミュージックビデオ撮影メイキングをご覧ください。なんとなく、自分の中のテーマでは70から80年代のアメリカって漠然とした、セットとか、その映像のトーンとかを、考えてきました。クビレタウエスト羨ましいと思った方います？すみません、かわいい。クビレタウエスト羨ましいと思ったことありませんか？細いウエストは女性の夢ですよね。美しいウエストは女性の自信にもつながりますからね。クビレさん、すごい、すごい。ビヨンズショッピングっていう番組名、ビヨンズショッピング、ビヨンドショッピング、ビヨンドショッピング、よーい、スタート。ビヨンドショッピング。くびれたウエスト羨ましいと思ったことありませんか？細いウエストは女性の夢ですよね。美しいウエストは女性の自信にもつながりますからね。そこで今日ご紹介する商品はこちら。これどうやって使うんですか？これは超最新型のウエストブルブルマシンです。お願いします。ベルトを巻いてここに立つだけ。これだけで理想のウエストを手に入れることができるなんて最高ですね。ちょっと覗き込んだりとかして、アドリブを入れてってもいいですか？しゃがんだりとか感想を聞いてて、使った感想いかがでしたか？お腹の周りがすっきりした感じがします。おお、確かにやる前と比べるとすごくくびれています。はい、カット。いいかもしれないです、これ。あ、慣れてきた。すごい、なんか肋骨に当たってきた。本当に動いてた、ね、はい、はい、楽しそう、
逃げた逃げた勝手に逃げた。よーいスタート。せーの。はい、トランポリン1-1。いきますよーい、スタート。3、2、1、ゴー。私についてきて。ひねる、ひねる、ひねる、ひねる。鳥になったような気分で高く飛ぶの。もっと高く。腹筋も意識して、笑顔で。今回トランポリンを遊ぶのは私、西田しおりと一応からいな、スタッシュ殿です。途中からさやさんが入ってくるかもしれないみたいです。あ、やってみる。みんなを真剣に教えて、ちょっとゆっくり動きを教えてあげたりとか、手取り足取り、後ろからこう手を掴んで動かしてあげる。足もすごい。こいつとふざけたことをやる中に、まあ、ふざけるからこそなんかこう可愛いみたいなところも
出るといいなということで、まあ、今回こうサイアーズブートキャンプやったりとか、まあ、なんか普段見られないそのファンの人たちが見れない姿を見せれたっていうのはいいかなと思います。いや、すごかったね。すごかったですね、うん、みんなすごく楽しそうでした、うん、なんか生き生きしてて、あの結構 Go West のダンスって結構激しいし、うん、そのミュージックビデオであの踊った後にハーってなってるのを見て、うん、あダンス結構疲れるんだなっていうのも思いましたね、うん、なんか実際にあの、うん、ハロープロジェクトのコンサートで全員で Go West を踊ったじゃないですか、うんね、本当になんかその時もフリー的にはすごい疲れるけど、でもみんなで楽しみながらできるっていうのがすごい私は楽しくて、なんかその感じもすごい伝わってきたので、なんかとても良かったなって思いました、はい、以上 Beyond's Go West ミュージックビデオ撮影メイキングでした。ずっと応援しとうよ。続いてはこちらです。こぼしファクトリー、明日の私は今日より綺麗、井上玲のボーカルレコーディング。10月2日リリースになりますこぼしファクトリーのニューアルバム、こぼし第2幕の中に収録される明日の私は今日より綺麗の井上玲のボーカルレコーディングの様子をご覧ください。じゃあまず1番の A メロからいこう。あまり暗くならないように、はい、なるべく爽やかにというか、はい、大人になりたいそう思ってはいるけど、きっぱりと言い切れない弱さがまだあるよ。だけど変わりたい、未知なる景色が見たい、叶えようこの夢を、夢のままにしないで。不意に井上の癖で叶えようこの夢をってちょっと息を残すのがちょっとエモくなりすぎるんでこの曲には、はい、大人になりたいそう思ってはいるけど、きっぱりと言い切れない弱さがまだあるよ。だけど変わりたい、未知なる景色が見たい、叶えようこの夢を、夢のままにしないで。 OK、次いきます。はい、そのまま B メロいきます。不意に襲いかかってくる不安にとらわれて、その一歩を踏み出せなくなる時もあるけど、切なとらわれて、そこ、和までしてね、そっちはとらわれてだ、はい、たたたたたとらわれてその一歩を踏み出せ、そうそうそう、はい、今から不意に襲いかかってくる不安にとらわれて、その一歩を踏み出せなくなる時もあるけど、切なその一歩をたたたりたすかその一歩を、そうそう、ちょっと跳ねる、はい、でそこだけちょっと流れがあるんで前後歌ってね、はい、不安にとらわれてその一歩を踏み出せない、 OK 大丈夫で、そのままサビ、切なくて儚くてつかめない流れ星のように一瞬の夢終わらせたくない、さあ行こう笑顔を連れて、辛いこと苦しいこと起こりうるその全てにきっと
綺麗に、うん、そんな感じ。それで綺麗に上がりしゃがりできる、はい、一瞬の夢で終わる、その夢でかな。あとはそのやっぱアコギのアクセント、意味がある信じる、明日の私は今日より綺麗、なんかそういうイメージで、はい、切なくて儚くて掴めない流れ星のように一瞬の夢で終わらせたくない、さあ行こう笑顔を連れて、辛いこと苦しいこと起こりうる、そのすべてにきっと意味があると信じれたら、明日の私は今日より綺麗。うん、いいんじゃない、今のすごい流れも良かったし、切なくて儚くて掴めない流れ星のように、一瞬の夢で終わらせたくない、さあ行こう笑顔を連れて、辛いこと苦しいこと誇りうる、そのすべてにきっと意味があると信じれたら、明日の私は今日より綺麗、明日の私は今日より綺麗、明日の私は、ちょっとリズムつけようか、はい、2回ともね、はい、切なくて儚くて掴めない流れ星のように、一瞬の夢で終わらせたくない、さあ行こう笑顔を連れて、辛いこと苦しいこと誇りうる、そのすべてにきっと意味があると信じれたら、明日の私は今日より綺麗、明日の私は今日より綺麗。はい、終了。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すごくお上手でしたね、うん、なんかいつも拳って結構力強いっていう曲のイメージがすごいあるんですけど、うん、そのなんかかっこいいだけじゃなくて、うん、なんかちょっと大人っぽい感じもなんか入っていて、すごいなんか新しいなってまた思いました、ね、私は井上さんの低音の音がすごく魅力的だなって、うん、個人的に思ってたんですけど、うん、低音からその高音に上がってる、うん、その高音になった時の声も綺麗だったね、すごく綺麗で魅力的だったなと思いました、うん、以上こぶしファクトリー、明日の私は今日より綺麗、井上レイのボーカルレコーディングでした。今日のお昼一緒にお弁当食べよう。椿ファクトリーの新沼空と椿ファクトリーの秋山まーがお送りしているアップカミ、続いてはこちらです。アンジュルム勝田里奈ソロ曲、とっておきのおしゃれをしてボーカルレコーディング、9月16日に先行配信されました。11月20日リリース、アンジュルムのニューシングル通常版 A に収録される勝田里奈のソロ曲、とっておきのおしゃれをしてのボーカルレコーディングの様子をご覧いただきます。
初はなんかすごいなんだろうな、なんかレストランとかで流れてそうな、なんかそんなイメージを持って、でその後にまあ歌詞とかを見てみたら、なんかすごいおしゃれとかメイクとか、なんかそういう私がファッションが好きなので、そういうものにあったというか、ちょっとなんかアンジュルムの楽曲とはちょっと違った印象、ちょっとっていうか結構違ったイメージを持ちました。でも大丈夫？はい。なんか分かんない時とかありますか？大丈夫です、うん、OK。 よし、じゃあ撮っていこっか。はい。抱え込んで悩んだりストレスで大食いもうまくいかない日もあるし、起き上がれない朝もあった。なんだって笑い話に変えてきた私なら何があっても大丈夫。はいはい、そうやな。朝一回さ、あんまりしっかり声出さずに歌ってみようか。はい。あの全然軽く、もうなんか鼻歌で歌ってるぐらいの「抱え込んで」ってしっかり歌うよりは「抱え込んで」って「テン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 」、まあ別にこんないい加減にではないんだけど、声の出し方はこれぐらいもうなんか普通に会話する程度の会話、あの声の出し方、はい、ね、で一回やってみる。はい。抱え込んで悩んだりストレスで大食いもうまくいかない日もあるし、起き上がれない朝もあった。なんだって笑い話に変えてきた私なら何があっても大丈夫。いいんでないの？ちょっと待ってよ。カスタ、今歌った歌はすごい良かったので、それを聞きながらもう一本同じように歌ってみて。はい、わかりました。抱え込んで悩んだりストレスで大食いもうまくいかない日もあるし、起き上がれない朝もあった。なんだって笑い話に変えてきた私なら何があっても大丈夫。はいはい、そしたら、はい、このパターンさっきやっちゃおっか。はい、2番だね。はい、じゃあ心の中から押されたようまでいく。はい。心の中にしかない将来の野望を打ち明けた時、未来に大きな明かり差したんだ。目見て言ってくれた頑張りなの言葉に背中を押されたよ。この曲の歌詞の中に2期メンバーの名前がありまして、名前が1人ずつ、カンナ、あかり、リナ、メイって入ってるところがあって、だからそこもすごくポイントだなって思いますし、なんかそこで気づいたらちょっとうるっと来てしまう人もいるんじゃないかなと思うので、ぜひそこに注目していただけたらと思います。もう一回やってみましょう。はい、もうできるだけ明るい感じでいける。はい、はい、心の中にしかない将来の野望を打ち明けた時、未来に大きな明かり差したんだ。目見て言ってくれた頑張りなの言葉に背中を押されたよ。 OK。はい、ではその次いきまーす。はい、とっておきのね、やっぱり一番、まあ一回つらっとやってみようか。はい、はい、とっておきのおしゃれもして今日は出かけたいのに、これじゃないな、それも違う、あ、バスに乗り遅れるぞ。とっておきのおしゃれをして無理に着飾るよりも、着慣れた服いつも仲間、やっぱ普通が一番。はいはい、すげえ細かいこと言うと、はい、ノリだいたい乗れてんねやんか。やねんけど、本当に細かいこと言うと、普通が一番、普通が一番、ここも本当はもうちょっと跳ねていきたい。
はい、すごい細かいところでのその羽がもうちょっと意識できるといいかなっていうのが一つ、はい、で、声の感じは全然良くてなんだけど、うん、やっぱりもっともっと笑ってていいかな、はい、うん、その感じでもう一回いってみよう、はい、とっておきのおしゃれもして今日は出かけたいのに、これじゃないな、それも違う、あーバスに乗り遅れるぞ、とっておきのおしゃれもして無理に着飾るよりも、着慣れた服いつも仲間、やっぱ普通が一番。オッケーオッケー、ちょっと待ってね、これ、もう一回聞いてこれに合わせてもらいましょう。とっておきのおしゃれもして今日は出かけたいのに、これじゃないな、それも違う、あーバスに乗り遅れるぞ、とっておきのおしゃれもして無理に着飾るよりも、着慣れた服いつも仲間、やっぱ普通が一番。それでは、道のよダディのところやってみようか。はい、道に迷ったっていい、弱音も吐いたっていい、寂しきゃ電話してくれ、バイ、自分らしく生きるの冷静、クールに見えて胸の奥に熱い情熱、私迷わないから。その中だっていうところも、もし笑えるんだったら笑って出た方がいいかな、はい、なんか迷わないからって言われるよりは軽く迷わないからって笑って言ってるぐらいな感じの方がいいかな、はい、うん、ぐらいです。伸びてみよう。道に迷ったっていい、弱音を吐いたっていい、寂しきゃ電話してくれ、バイ、自分らしく生きるの冷静、クールに見えて胸の奥に熱い情熱、私迷わないから。はい、 OK、 以上です。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、この楽曲はまあ私がまあ、ソロ曲として配信させていただいて、曲自体ももう最後の楽曲になります。でこの楽曲でまあちょっとなんだろう、アンジュルムでは力強い部分がちょっとなんか力を抜いてやってみたりとか、なんかそういういろいろなこだわりがあったりとか、なんか私にしか出せない雰囲気感とかいうのも探していただけたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひたくさん聴いてください。よろしくお願いします。いやー、すごく可愛かったですね。うん、可愛かったですね。癒されました。勝田さんの雰囲気と曲がすごく合ってて、うん、普段は、アンジェルさんの曲ではちょっと結構強めとか、かっこいい系の曲が多いんですけど、うん、その曲とはまた、アンジェルさんとは全然違う雰囲気の、優しい雰囲気で、すごく聴いてて、耳が、うん、お花畑のような、そうだね、もう雰囲気で、うん、本当に素敵な曲だなと思いました。うん、とはなんか本当に勝田さんって、うん、ファッションっていうイメージが私はすごいあったので、うん、このタイトルにもあるとっておきのおしゃれをしてっていうのが本当に勝田さんにふさわしいっていうかぴったりな曲だなって思いました。以上、アンジュルム勝田里奈のソロ曲とっておきのおしゃれをしてボーカルレコーディングでした。見てくれてありがとう。新沼キソラと秋山真央がお送りしてきました。深みお別れの時間となりました。はい、たくさん動画を見てきましたけれど、うん、私は勝田里奈さんのボーカルレコーディングを見て、うん、すごく歌詞にグッときたんですけど、うん、作詞を福田香音さんが、うん、やられているんですけれど、その2番の歌詞にニキさんの名前が入っていたりとか、うん、その歌詞もすごく勝田さんっぽくて、とっておきのおしゃれをしてという曲調とか、うん、勝田さんの声とかもすごく大好きだったので、
もっともっとたくさん聞きたいなと思いました。私はあのこぶしファクトリーの井上玲ちゃんのレコーディング あの様子を見て、なんか普段の出来上がった曲って本当にソロの部分とかしか弾けないじゃないですか、でもこうやってなんか裏側、レコーディングの裏側の映像のおかげというか、おかげでなんか丸っつるっと一番全部歌ったのが聞くことができて、なんかすごいそれが良かったなと思ったのと、あとは私は普段なんかレイちゃんみたいになんか力強い歌声とかすごい出すのが苦手なんですけど、でもなんかそのレイちゃんのレコーディングしてる様子とかディレクターさんのアドバイスとかを聞いて、なんかこういう風に歌ったらいいんだなっていうのもすごい勉強になったので、よかったなって思いました。アップカミではアップフロントグループに所属する様々なアーティストの制作の裏側に迫っていきます。普段見えない部分を紹介していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回のアップカミ、お相手は椿ファクトリーの新沼キスラと椿ファクトリーの秋山萌でした。さよなら。